尻でーす。今日は、はい、またメロさんで 3.5 万円分、3万5000円分のハッピーバッグを購入したので紹介していきたいと思います。イエーイ。今日はスタジオで撮影をしておりますので、いつもとはちょっと違って、ちゃんとなんか YouTuber っぽいっていうか、ちゃんとした背景とともにお送りしていきます。まだ中身見てないから、ルックブックも撮りたいんだけど、ルックブックとは別で開封をしていきます。最後まで見ていってください。冬服と春服メインだし、かなって思ったけど、いい感じのピット帽と、あ、かわいいシャツ、シャツちょっと薄めのね、今春でも着れる感じかな。どんどん置いてくる、かわいい。え、めっちゃなんか古着っぽい。ベルトとか持ってきてないけど大丈夫かな。あ、パーカー、あ、かわいい。なにこれ、かわいい。背中かわいい。ちょっと書いて、なんて書いてあるの、背をなんちゃら、かわいい。青系多いね、かわいい。髪がピンクだから青系めっちゃ好きなんで。あ、いいじゃない。またコメントが、そこのそのデニム何です、どこのですかって言われる可能性がある。そして、あ、可能性が高いのと、そして絶対にウエストがブカブカだ。頑張って履きます。あのね、ベルト用のなんかウエスト縮めるやつをね、使うとね、めっちゃね、どんなデニムも履けるようになる。だからメロンさんのやつをね、ぜひ大体それでちょっとアレンジして、アクセサリーだ。またまた可愛い。これ誰が書いてんだろうね。いつも思うけど、この度はご注文ありがとうございます、たくさん着てあげてくださいって。なんかファンの人でも、メロお揃いでね、買ってくれてね、ライブにね、来てきてくれたりして、嬉しかった。お揃いだねっつって、嬉しいよね。かわいい。なにこれ、え、これキーホルダー、何に使うんだろう、どうやって使うんだろう。これこうするってこと、違うんだ、絶対わかんないけど、かわいいネックレスか、ありがとう。あ、ニット帽もう一個あった、白。あ、いいね、白。次、このニット帽シリーズコンプリートしてる
これ色違い持ってる。黒持ってるやつじゃない？じゃない？あ、そうだ。黒の白、前の黒の多分白バージョン。でもちょっと違うわ、生地が。あったかそうなのがあるよ。見て、かわいい。なんか次これメロンのサイトで見たと思う。かわいい。え、嬉しい。てか水色多くて嬉しい。あー、これもラストですね。かわいいパーカー。あったかそう。やった、これ何点なんだろう。1個。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10プラスアクセサリーで、2万5000円分のハッピーバッグの中身こんな感じです。もう大量に可愛い服が届いたので、もう速攻でルックブックを撮っていきたいと思います。メロンさん、いつも可愛いお洋服を選んでくれていつもありがとうございます。みんなもぜひあのハッピーバッグ、ここにいつも出してる商品こんな感じで、これをね、記入すると、あのお悩みとかご希望に沿ったハッピーバッグ、あのスペシャルなねお洋服たちがあの選抜されて、あのお家に届くので、ぜひおしゃれになりたい人ぜひチェックしてみてね。概要欄にいろいろ詳細とか貼っておくので、みんなもおしゃれになろう。次も勉強します。ありがとう、見てくれて。じゃあ次回のルックブックでお会いしましょう。以上、みよじんでした。またな、バイバーイ。エンディングまで、せーの。